最先端のテクノロジーと創造性でより良い社会づくりに取り組む日本 IBM。 新しい働き方を自ら実践し、その経験やスキルを提供して日本の DX を牽引されています。どこからでもビジネスを強力に推進する働き方は、セールスフォースとスラックを合わせて活用したデジタル HQ によって支えられています。ここからは IBM とステークホルダーの働き方の未来をビジョンデモでご紹介します。まずはマーケティングです。先月開催したイベントのパフォーマンスをスラックで確認しています。フォロー状況を見ると、製造業の商談化率が低下しているようです。このスラックチャンネルに製造業担当を追加して情報を集約していきます。データを見ながらハドルミーティングで関係者とクイックに会話をし、追加の施策を検討することにしました。コラボレーションの結果、お客様の状況に合わせたフォローが行えるようになり、商談化率が向上しました。続いて営業の働き方を見ていきましょう。今日行うべき優先順位の高いタスク、予定、案件などをモバイルから確認します。先ほどのイベントフォローからアポイントを取得した企業への提案準備を進めます。今回は IBM クラウドとコンサルティングサービスを組み合わせた提案です。社内のエキスパートや外部のビジネスパートナーとの連携が欠かせません。スラックコネクトを使って社外の関係者とも安全につながりましょう。次に提案ソリューション作りに必要な情報や人を取りまとめます。ワトソンディスカバリーが膨大なデータを学習し、提案パターンを提示してくれます。選択していくと、提案チームに含めるべきエキスパートがおすすめされ、提案準備が整いました。続いて提案内容の社内レビューです。レビューの依頼はスラックのワークフローから簡単に行えます。テクニカルレビューはアサインされたエンジニアの画面を見ていきましょう。ワトソンがデータを分析し、案件の妥当性や実現性を判断しています。他のレビュー担当者の意見も集約されており、時間を要する提案レビューが迅速に進みました。提案が終盤に進み、契約締結のフェーズになりました。スラックは様々なアプリとも連携可能です。ここではドキュサインとの連携で契約作業をデジタルで進めましょう。お客様の署名が完了したら、スラックから商談を受注に更新します。デジタルで全てのステークホルダーとつながり、営業活動が進みました。最後のシーンはカスタマーサクセス部門です。先ほど IBM クラウドをご契約いただいた企業の活用状況を見てみましょう。お客様の次のステップを実現する上では、ブロックチェーンプラットフォームのニーズがありそうです。カスタマーサクセス部門から営業へ連携し、お客様のビジョン実現につながるアシストが行えました。 IBM ではセールスフォースとスラックでデジタル HQ を構築し、自社はもちろん全ての関係者の働き方も変革しています。新しい働き方を自ら実践し、そのノウハウで日本の DX を牽引される IBM のビジョンデモをご紹介しました。